こんにちは。利宮愛子内親王殿下の宮中昼食会と秋篠宮佳子さまの宮中昼食会を比べたいと思います。愛子さまが宮中昼食会にご出席なさったのは2024年2月9日ケニア大統領ご夫妻が来日された宮中昼食会でした。愛子さまの宮中昼食会デビューでした。愛子さまは体調不良で欠席された紀子さまの代理でご出席なさいました。その時の映像をご覧ください。私が感動したのは愛子さまの洞察力と気遣いです。愛子さまはご着席なさるとすぐに周りを見回して隣の席の女性閣僚に話しかけられました。愛子さまの左隣の席のケニア大統領と雅子さまがお話しなさっていらしたからです。隣の席の女性閣僚が手持ち無沙汰にならぬようお相手なさったのです。愛子さまの初宮中昼食会デビューの席が大統領のお隣というのもすごいですが、すぐに状況を把握する聡明さと相手を気遣うお優しさは素晴らしいです。愛子さまも女性閣僚も和やかに楽しそうな雰囲気ですよね。しかも愛子さまは通訳なしの英語で会話されました。また愛子さまは大統領ご夫妻にご挨拶なさった時にスワヒリ語でご挨拶なさいました。ケニア大統領は愛子さまにお上手ですねとおっしゃり、ぜひケニアに来てくださいとご招待なさったそうです。初の宮中昼食会でケニア大統領から直接お褒めいただいたり、ご招待いただくほど素晴らしく華々しい宮中昼食会デビューですね。宮中昼食会が終わりお帰りになられるケニア大統領ご夫妻はご満足なさったご様子で名残惜しそうでした。天皇皇后両陛下のお心がこもったおもてなしと
お優しいお人柄と愛子様の洞察力と気遣いのおかげでしょうね。愛子様のケニアご訪問が実現することを願います。続いて秋篠宮佳子様の宮中昼食会をご覧ください。佳子様は2019年6月27日フランスマクロン大統領ご夫妻が来日された宮中昼食会に出席しました。あれ、佳子様だけ座るのがもたもたしてますね。隣の席のブリジット夫人はご着席なさっておられますよ。テーブルマナー以前の問題では、一人だけお客様と会話せずにただ座っているだけですね。佳子様だけ手持ち無沙汰のような。雅子様も三笠宮陽子女王殿下もお客様と会話なさっておられます。高円宮紀仁親王妃久子様は通訳なしで会話なさっておられます。さすがですよね。佳子様だけ何もしないのですね。愛子様の宮中昼食会とは気遣いも品格も全然違いますね。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。